慎重に、正確に。そうすれば失敗なんかしようがない。どの教科の面倒を見てほしいって？細かい作業は苦手じゃない。まあ、従者なら当たり前だろ。実験は絶対に手順を確認しろよ。面倒だと思うくらいでいい。これさえ守れば、守ってくれればな。実験は料理と同じだ。手順を確認して、レシピ通りにやれば間違いようがない。これからカリムに魔法薬学を教えなくちゃならない。え？君も聞きたい？別に構わないが、薬や毒についてなら、それなりに知識がある。聞きたいことがあるなら、いつでもどうぞ。君もグリムに振り回されて大変そうだな。どんな時も冷静沈着？俺が？そう見えているなら、実に光栄だね。ジロジロ見られるのは気分が悪いな。え？実験着が汚れている？そういうことは早く言ってくれ。あのカリムも、簡単な解毒剤作りなら完璧だ。叩き込むのに3年かかったが、俺と遊んでいる余裕なんてあるのか？真剣にやらないと、また実験で失敗するぞ。世の中には、黄金よりも価値の高い宝もあるらしい。見てみたいか？俺もだよ。やれやれ。あまり目立ちすぎたくはないんだけどな。